こんにちは。大阪府守口市の生体&カイロプラティック院ブリスの竹谷と申します。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。と本日はですね、片頭痛の共存症についてお話しさせていただきます。ですね、例えば代表的なものとして高血圧ですね。そういったものが起こるというのがあります。高血圧、心疾患、脳血管障害、うつ病、双極性障害、不安障害、転換、喘息、アレルギー性疾患、自己免疫疾患、肩こり、首こり、首の痛み、背中のこり、手のしびれ、頭と首の付け根のこりや詰まった感じ、頚椎ヘルニア、腰痛、顎関節症、事故や怪我による古傷、体のいがみ、月経痛、PMS 症候群など、ということですね。これどちらが先っていうわけではなくですね。例えば、頚椎ヘルニアがあることによって頭痛が起きるということもあります。で、片頭痛があることによって、うつ病になることもあるし、逆にうつ病があるからことによって片頭痛になるということもあるわけですね。で、この中で例えば転換とかね、そういったものもあるんですけども、片頭痛の予防薬として転換のお薬とかもね、処方されることがあります。ですから、片頭痛というのは本当にですね、未だにはっきりとこれという原因が分かってないだけにですね、治す手段もなかなか難しい。で幸いにもですね、片頭痛の特効薬っていうのがありますので、それで大きくね、変化は今はあるんですけれども、こういった共存症にもですね、ぜひ、気を配っていただきたい。片頭痛がどれだけリスクがあるのかっていうことですね。ですから、片頭痛を抑えることによって、例えば、高血圧がマシになってくる。まあ、高血圧が治るっていうわけではないんですよね。若干差があるとか、そういうこともやっぱりあり得ますし、片頭痛を治すことによって、うつ病も若干楽になるであったりとか、不安障害とかもマシになるとか、そういったことはやっぱあるんですよね。ですから、もし片頭痛を持ちながらそういったものがある場合、どっちが先っていうのはね、言いにくいんですけれども、片頭痛少なくてもですね、片頭痛の部分だけでも少なくなるとすごく楽になりますのでね、ぜひですね、片頭痛を治していきましょう。で、当院ではですね、どのように治していくかというと、骨格を矯正することにより、自律神経を整え、筋肉を緩め、血流を促し、あなたの片頭痛を治していくと。ということを行っております。ぜひ一緒に片頭痛治していきましょう。失礼します。